皆さんこんにちは、ささみです。第47回狼やっていきたいと思います。このね、扉の中に入っていきますよ。幽門碑、いつ誰が作ったのかわからないけど、一尺じじいを生まれる前の神話の時代からここに立っているという、もういかにも怪しい、何かあると、そういう言い伝えがあるね。どこに繋がってんのかわかんないっていう。ピリカのやつがこの向こうにいるから言うって言うなら仕方ねえ。開かずの扉をこじ開けるとするか。どいてな。お、君が開けるの？あ、そっか。なんかその村の長老の家系の人じゃないと開けられないよっていう扉だった、そういえば。ダババババ、あ、そうやって開くんだ。そういう感じで、こう手前側にバッと開くのかと思ったら自動ドアだ。やっちまったい。これがバレたら一尺のじじいに大目玉食らっちまう。それにしても災いを呼ぶって言う割には綺麗な光を放ってるぜ。何を見てやがんだ。とにかく扉を開けたはいいが、お前、あれ誰だ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 、お前は。までやって今さえ見なんて言いやがったら。誰だお前は。おー、勇者、おきくるみだ。アマテラスとか言ったな。お前たち、なかなか面白そうなことをしてるじゃないか。災いをもたらすという忌まわしの扉、幽門。こいつが開いたところを見るのは、俺も初めてだ。お前どうしてこんなところにいるんだい。それにヨシペタイのこんな奥まで入って平気なのか。ああ、もののけを払うというこの森の空気のことか。確かに半獣半人の我々オイナ族には厄介だが、どうやらこの聖剣クトネシリカが守ってくれているようだな。そして俺がここまでやってきたのはまさにこのクトネシリカのためだ。クトネシリカが青に B4 に輝くとき、氷壁は砕かれ、天への道は開かれ。その予言の通り、クトネシリカが青に B 色の光をまとえば、魔人どもの力を払うことなどたやすいこと。これさ、これがさ、青に B 色の力を、あ、光を放った時に天の道が開かれるってことは、これが光った時に、あの、なんだっけ、インチキ野郎、インチキ野郎、名前忘れてた、インチキ野郎のさ、願いが叶っちゃうっていうか、そういうことかね。天を掴むことさえできるかもしれんな。なんだと？くっくっく、え、こいつ敵？とにかくこのクトネシリカが未だ光を宿さないところを見ると、俺はまだまだ今まで以上にケムラムどもを切り倒さねばならんらしい。ならば災いを呼ぶというその幽門碑をくぐった先こそ、クトネシリカの切れ味を磨くのに あつらえ向きの世界だろう。行くのかい。待ちなおきくるみ、その先に何が待ってるのかオイラたちも分からねえ。ただピリカのやつがその扉の向こうに吸い込まれたらしい。きっとただごとじゃない、何かが待ってるはずだぜ。そう願いたいな、聖剣クトネシリカのために。とわー、こいつは心を奪われちゃってんじゃい。行くっきゃないよね。ちょっと待て、アマコ、おいらここで行くだもん。あー、閉店ガラガラ、ワオですわ。これはね、向こう側にやってきたと。ん、これが災いを呼ぶという幽門碑が誘った世界か。おや、この場所は、あれ、これか、神木村じゃん。神木村か、あの信州平原の小さな村か。神木村といえば確かヤマトノオロチ伝説発祥の地と聞く。神から海を渡って中津区に来たのは初めてだが、それがこの神木村とはやはりクトネシリカの導きに違いない。どれ、早速この地のケムラムどもで剣の切れ味を試してやるか。ピリカを、神木村だよな。
満月だ。変じゃねえか。こないだ過ぎたばっかりの満月の夜がもう巡ってら。これさ、おっと？あ、なるほどだ。これは分かった。過去だ。過去だ、これ。おや？さくら姉ちゃんのご神木があったところだよな。随分ちんけな目がポツンと植わってら。そうだね。これは過去っぽいな。あら！かわいいじゃない、ちょっと！これさくらちゃんじゃないの？あなたはもしかして、エアカイブタワーですか？私はこの内輪の精霊、シャクヤって言います。かわゆーシャクヤ。シャクヤ？なんかどこかで聞いた名前だな。それよりサクヤの姉ちゃんのご神木はどこ行っちまったんだい？だからシャクヤなら私にしよう。あ、はいはい、シャクヤちゃんだろ。オーラたち忙しいからあっち遊んでな。いや絶対シャクヤちゃんだ。神様、大地を探してたんですか？見えるのかい。天川さんって言うんですか？天川さんと玉虫さん、私シャクヤ、よろしくね。誰が玉虫だい。ねえ、天川ちゃん、この神木村には何しに来たんですか？ここは神木村だよな。とにかく天子、村の様子を調べてみようぜ。アイスイー、行くぜ。おっと、急に。でもなんか昔のって感じすんね。こっち？こっち行か。一旦こっち行こうか。おー、だって咲いてないもん、ほら。間違えた。あ、咲いた咲いた。咲くんだな、ちゃんと。やることやってこ。おー、いや、夏いけど。あ、でも、景色は、おや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 、ちょっと服装がよ。八作爺の家。八作みかん爺。そうだなぁ。いや、絶対これは、これはあれですね。過去感ありますね。いや、母ちゃん、母ちゃんいるじゃん。お前知らぬいだでねえか。さては、生贄の下見と見せかけて、おらの畑を晴らしに来ただな。ない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 。あ、ここでもあれか、やれるんか。やれるんか、もしかして。ちょっと時代遡りすぎなんじゃないです？まだ文明がないんだけど。いや、文明はあるんだけど。あら？おいっす。あ、逃げてっちゃった。あー。あれ？おやおや？イザナミ坂店。あ、イザナミだって ?100 年前か。100年前か。クシナダちゃん、あ、そうそう、カゲヤじゃねえや。クシナダの姉ちゃん。あれ？知らない。オロチの使いがこの村にない。オロチの使いって、ちょっと浮いてんだけど？あれ、あれすごくね、あれ。知らない。オロチ大事な手柄村中に知れ渡っちまったのか？黙れ、この妖怪野郎め。オイラが退治してやる。どういうこと？ああ。どういうこと？ああ。追いかけてくる。100年前か。ちょっと待って、どういうこと？これもしかしてさ、ループもの？嘘でしょ？そんなことあります？洗濯物のおばあちゃん。さーて、今夜は十五夜満月の夜。悲しい日が巡ってきたよ。今年はあの可愛いイザナミがオロチに召し取られる番かね。知らないかい。故障だからこの通り助けておくれ。美味しい桜餅あげるから。あー、桜餅だ。やったいや、桜餅は好きだが、違うな。
と100年前面白すぎないこれ。星がちょっと小さい。しかも酒蔵がないな。この向こうに風車が、じゃない水車があったのに、ここには水車がないですね。お、古今無双の太剣士イザナギ、英雄気取りも同行して、そのさ、やばいね。これはもう一回あれか、もう一回というかこの時代でヤマトノオロチを倒そうと。お前、100年前も同じことしてるの？嘘やん。グオー、我こそはモガフが、そのノスさん相変わらずだ。違うよね、イザナミちゃん起こす。やあ、よく寝た。知らぬい退治のための鍛錬中に。知らぬい退治なんだ。はあ、なんだお前は。このココア無双の体験士、全く同じこと言ってんだよな。お前は、お前は知らぬい。おっさん、夢の中で英語公開。ココア無双の体験士様が大した様だぜ。今度は金玉虫のように豆妖怪まで。妖怪知らぬい夢戦うのか。ああ、なるほどな。いつの時代、わけのわからんこと言うてないわ。見ろあの満月を。今夜は年に一度の十五夜の満月が昇る夜、ヤマトノオロチが生贄を召し取ろうという日ではないか。ヤマトノオロチ倒してないんだな、これが。なんだこりゃ、間違いなくヤマトノオロチの容器じゃねえか。オロチの生贄の品定めに現れる白き妖怪、知らぬい。今年こ このイザナギ様が貴様の息の根を止めてくれるわ。へえ、あ、そういう役回り。ああ、分かんない。オイラたちが、オイラたちが100年前の神木村に来ちまってるってことがよ。そうみたいだね。え、戦う、もしかして。マジ？おっと？意外と強いのでは？痛い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 。よし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 。あ、うまい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 。この剣いいな。これで、いやー、痛い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 。よし、爆弾を。強いな。あー、いてててててて、やる。どうやってやるんだっけ。やばい、いいね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 のいいねだよ。これ強いわ。お、いいいい。あ、これはこれは余裕だね。いた。うまい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 。
やった勝ちだぜ。よし、パインパイン。あーお前手加減なしに。いやだって向こうが本気で来たからさ。思ったよな、佐野のさんに似てる。いや神木村のイザナギ像にそっくりだぜ。この神木村の雰囲気、村人たちの様子、そしてあの十五夜の満月、間違いねえ。ここはやっぱり100年前の神木村なんだ。伝説の狼知らぬ岩、祭りの村祭りの日が近づくと一見にえの品定めにやってくる。オロチの使い魔だって、あ、そんな感じだっけ。だからお前知らぬ岩だと誤解されてこいつに戦いを挑まれたのかい。いや待てよ、それなら本物の知らぬ岩どこかにいるはずじゃねえのか。本当だよ、歴史が。お、なんか来た？は？ああ。イザナギ殿、イザナギ殿、どうか出てきてくだされ。おるけど、そうだね。村に不知火が入り込んで、ああ、私も生贄の品定めを。私たちのことだな。今にも恐ろしいヤマタノオロチが。発作だね。来るの？うわー、来るのか。もう来たのか。また戦うのか、これ。あ、来たわ。すごい騎士感ある。来た、浜の矢ですね。これで、イザナミが、持ってかれるわけだ、きっと。守る人がいないもんな。そうだよね、イザナミちゃんちだよね、やっぱ。忌まわしきコツデックの浜屋で、にえ、一切りの匂い、エリ、エリデム、生贄となる娘はこれで100人目。またもこの村は悲劇に見舞われるというのか。おう、イザナミよ。お前まで送り出すことになろうとは。ああ、ヤシオリだ。イザナギ、私信じてるから。あなたがオロチ大使のために鍛錬し続けたその腕を。寝てますけど、私信じてるから。オロチのもとへ。いざ酔いの祠へ行くのなんて怖くないわ。だってあなたが忌まわしいオロチ伝説に終止符を打つんだもの。私生贄の白装束に着替えてくる。みんなは家の中に隠れていて。スタ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 。オロチの野郎、何度見ても胸クソ悪い真似しやがるぜ。あれ、ちょっと待てよ、まずくねえか。つなぎのおっさんが生贄の身代わりになってオロチ大臣に乗り込んだんだよな。その張本人が伸びてもまんまじゃ歴史が変わっちまう。確かに起こそう。イザナギのおっさんが生贄の身代わりになったって言うなら、その言い伝え通りになるよう何とかするしかねえ。つまりまずは起こそう。着替えるって言ってたよな。そいつをかっぱらってきてイザナギのおっさんに着せるんだよ。俺たちのとこに連れて行きゃ、とりあえずにさ、マジでマジで、あ、わかった。あ、わかった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 。わかった、わかった、わかった、わかった。どこ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 。あ、いたいたいた。なになに、あんなところで、してるわ。あー、光ってる酒だる。へしょりの酒だ。オロチに食われるかもしれないってのけなげじゃねえか。その真心がヤシオリの先を生んだんだぜ。そんなイザナミの姉ちゃんの姿を見てたら、おいらバカだよな、こいつは。こいつはもう本当に。オッケー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 。あ、ごめん、音立てちゃダメだな、ごめん。そうだよね、ああなるほどね。
いやむずいよこれ。間違えたーね、むずい。これ操作めちゃめちゃむずいよこれ。ちょっとだけ。よし。はい。オッケー。よーし。お前が生贄になったぞ。うん。頼んだよ。来た？おー。ナイスだ。身代わりの生贄になったかな。うん、はい。どうもそれ連れて俺つむいざやのこれまで。オッケー。よし。マジでウケるね。生贄にされたおっさんかわいそう。あ、本当に買い物させてもらえるんだ。すいませんね。あー、なに？え、たーか、なにこれ。なにこれ。欲しいけどさ、全然。ちょっと待って、売るわ。いやー、一個しか買えない。どっちかな。交渉極めますけど。道を間違えたらしきど、ちょっとこっちの方がいいな。買っちゃったよ。よし。ちょっと、新しい、こいつをね。装備するわ。いやー、装備しちゃったな。行くか、じゃあ。信州平原は何人にもね、人をぶって居酒屋の誇りを行くのは二度目だな。あの時は串田姉ちゃんで、今度はおっさん質が下がったもんだぜ。本当だね、確かに。なんか雲が怪しいなー。何ハニマ戦士使いすぎない。あ、しかも結構な数がいる。あ、待って、これ強いわ。こういうね、大量にいるときはね、大体これをねやっときゃね、爆弾をやっときゃね、大体勝てるって思うんだろう。この辺でさ、なんか取ってないのあった気がするんだよな。あー、これ。ここで取るとさ、あれかな、クロノトリガーみたいに、昔の、さっき未来のやつで取った方がいい、的なね、なんかあるよね。そういうのあんのかな。うわ、なんもないじゃん、こっち。そういえば、これまだやれてない。これマジ何なんだろうこれ。結局いまだによく分かんないんだけど、さすがにもう取れていいと思うんだよな。あ、何この先がない。あー、なるほど。へえ。あ、待って、あ、こっちもここまでしかない。この先がないぞ。本当にただ祠行くだけなんだ、ここ。あれ？あ、こっちが、あ、あれか。よーし、入っちゃうぞ。いー、ドーン。うわー、いざよいの祠入り口。うわー、怪しい、もう。一緒だね、形は。うわー、セーブポイントあるし。いやー、この中また入るのか。これはもうやばいな。それでは次回、このいざよいの祠、100年前のいざよいの祠に入っていくところからスタートしていきたいと思います。
また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。